このかくれんぼ、ああ、めっちゃいるー。まあ、あえて鬼の近くに隠れるってなんか私好きだったけど。ああ、これ大工さんに返したら、危ないぞ、ルーシー君。あまり近寄るな。すいません。あ、レッドのパパなんだ。あれ、何してるの？この工房を片付けるよう町長に頼まれて、いらないものを処分している。あ、これあれか。ルーシー家の前に偶然その工房があるってだけか。ルーシー家の、なんか、庭の中とかじゃなくて。あなたが新しい大工さんになるの？そんなわけない。私は森へなど近づかん。それに、大工などやったことがない。そしたら、町から材料がなくなっちゃう。いずれ代わりの人間が見つかる。私以外の誰かが。ルーシー君、私は忙しいんだ。むやみにうろうろしていると怪我するかもしれないぞ。すいません。ああ、歌歌えないのか。あんなにママと歌ってた歌が歌えないの、すごい悲しい。うわ、これ崩れそう。外に一回出るしかないか。あれ、ダメか。この中で完結する？ああ、なるほど。これで？違うね。ん？ダメか。水圧を、こう、弱くすればいいかなと思ったんですけど、こっちは緩いとかそういうことでもないか。ん？ベル。違うね。もう一回言ってみる。ダメか。あれ、どこに行けばいいんだ？家の中にまだなんかあったっけ？このドアは、私がドアノブを取ったから、通れないもんね。まさかこれを壊すとかそういうことではない。違うね。一回戻ってみるか。油か。油の入った瓶。これ、水止めても最終的には怒られそうな気はするけど、水よりかはマシって感じかな。蹄、幸運のお守り。でも上もあんまりなかったもんね。これでもう一回行ってみるか。油をここに？あれか。緩くするのか。滑りを良くする。バルブを動かすのに必要なのは力じゃなくて私の頭脳だった。なんか名言だね。よかった。油を全部使ったってことではなさそう。で、コルクに感謝。コルクに感謝。そして、三度目の、コルクが穴よりも少し小さい。人形じゃないもんね。さすがにお父さんにもらった人形をこんなことにはしたくないもんな。穴が小さい。ん？関係ないもんな。あ、今閉まってるもんね。穴が小さい。
大工さんの場所から何かもらうとかじゃないよね。トンカチは関係ないか。これはこれで作業がいるのか。オッケー。でも、こっち側は関係ないもんね。はまらないから、一旦これで出してみる？なるほどね。そうか。水圧が強まったから、今こっちに出てきたのか。これは？布。つまり、コルクに巻けばいいのか？包まれたコルク。これで、防げた。これなら大丈夫。で、ハンマーは関係ないと。これで大丈夫かな？もう一回水を確認してみよう。閉めて。おお、そういうことか。水が止まった？お父さん、お父さん、これには訳が。パパだ。庭を水浸しにしたのがバレたら絶対怒られる。これ誰が悪いかって言ったら完全にルーシーとも言えないんだけど。ルーシーどこだ？お父さん心配させたくもないけど。おうよう、もう作業してるのか。まずはスクインティを見つけないと。逃げてしまった。いた、スクインティ。スクインティ、どうした？怖がってるな。降りられなくなった。あるよね、猫ちゃんって。自分で上がって降りられなくなること。降りてもまたいたずらするんだし、そのままそこにいたら。かわいい。なんて冗談だよ。助けてあげよう。違うね。とりあえず、この辺にあるものを探って。はしごがあるけど、縛られてるな。これは多分、トンカチだよね。ガラス片。なるほど。ガラス片で紐を切るんだね。ルーシー、なかなか頭が回るな。思い切りがいいとも言えるけど。もう手間かけさせないで。降りたかったらおとなしくしてて。これはまたどっかに行っちゃうパターンでは。スクインティー、大丈夫だよ。スクインティー、おいで。おいでおいで。なんだと。もうどうして私まで。どうしよう。スクインティー、かわいい。かわいいけど、ちょっと、降りられなくなっちゃった。どうやって降りれば、え？おい、ガキども。おばあさん、え？さっさと出てきな。また人んちの窓、割に来よって。おばあさん、ここ住んでたのか。ごめん、てっきり空き家かと。お？こいつは？もう何年も実がなってないのに、新鮮なネズミが2匹。完全に魔女側のセリフだな。ごめんね、おばあちゃん。わしの木から降りな。私だよ。降りられなくなっちゃって。はあ？ああ。なるほど。こりゃ災難だね。助けてくれませんか？ひっひっひ。助けてくれ。くれ。くれ。前に見たときは、ここまでゆっくり動いてなかったのに。わざとやったのかな。年寄り使いが荒い。それは本当に申し訳ない。結構いい子年齢っぽいもんね。ありがとう、おばあちゃん。おいよ、ゆっくりおいな。古いはしごだから。ごめんね、ありがとうございます。そいつが一緒だと、ろくな目に合わないようだね。ここに人が住んでるって知らなかった。ここって、
だから勝手に窓を割ってロープを切ってもいいって思ったってのかい？すいません、そうです。ガキどもめ、頭のおかしいバーの家だからといたずらばかりしよって、あー、これはブラックとかがやってるんだろうな。でも最初から割れてたし、窓はまるで空き家みたいだった。それよりもお嬢ちゃんがハンマーなんか持ち歩くんじゃない、それはごもっともかもしれん。ハンマーを取られた。ここに住んでるの？ああ、住んでるとも。あのはしご、ロープをきつく結びすぎて、使えなくなってた。ついさっき解決したけど。まあ、だからといって褒められるようなことではないな。盗んじゃったから。いひひ。その、助けてくれてありがとう。でももう行かなきゃ。何をそんなに急いでるんだい。そういや、あんたの猫、昨日も来てた。これが落ちてた。あんたのだろ。あ、私の日記のページ。なんで、偶然じゃない。これもしかしておばあちゃんに見せようとスクインティが持ってったのか。ひひひ、自分のものは大事にしないと。音符が一つ欠けてたから、わしが書き込んどいた。ありがとう、おばあちゃん。木の葉だ。でも私、もう歌わないし。おう、なんでだい。スクインティー寝ちゃった。話が長かったね。母親と一緒に歌うのが好きだったんじゃないのかい？でもやめないといけなくなっちゃった。じゃないとママみたいになっちゃうって、パパが。嫌だ、ママみたいになるのは。ああ、なるほどね。あんたの母親は歌を歌ってたから消えたってのかい。わからない。でも掟には従った方がいい。歌ったらダメという掟があるのか。あったっけ、大きな声はダメっていうのはあったけどね。少なくとも聞いたことはないけど。なのに歌うのをやめちまったのかい。結構結構。それがいいと思うなら、もう二度と歌うべきじゃないね。歌は一生禁止だ。おばあちゃん。それならさっき渡したもの、いらないね。今すぐ返しな。どうして?必要ないから捨てる。ダメ、必要ないかもしれないけど、思い出に取っておきたい。そうかい。ならいい、持ってきな。ブツブツ。確かに、ちょっと変わった怖いおばあさんではあるが、今、強い感じで攻めてきたのは、ルーシーに何かを期待してるのを、やめる道にたどろうとしたから、じゃあもういい、みたいな感じだったのかな。わしの窓が台無し。雑草よりも迷惑なガキども。次に見かけた時は、頭にカエルを乗せてやって、ネズミを放ってやろうかね。飼ってるのか。カエル？別に飼ってるわけじゃないか。レッドだっけ？ブラックたちも持ってたから、その辺にいるのかな。もう行こう、スクインティー。かわいい。おばあちゃん見てるね。パパ、まだ帰ってきてない。あれ？どっか行っちゃったのか。もう二度と歌わないって言ったけど、やっぱり寂しい。思い出だもんね、お母さんとの。歌うか。お母さん、会いたいね。お父さん。ルーシー、どこ行ってたんだ？ああ、探しに行ったのか、ルーシーを。ここだよ。ずっとここにいたし、それに、
スクインティが見つかった。お前、街中探したんだぞ。まさか嘘ついてないよな。ごめんお父さん、それは。ついてない。約束通り遠くには行かなかった。まあ、そうね。庭がうるさいし、ぐちゃぐちゃになってるから私に気づかなかったのかも。ああ、確かになるほど。そういえば今日、みんなで広場で集まって、かくれんぼするんだって。私も行ってきていい？構わないが、また心配かけるようなことするんじゃないぞ。しないよ、約束。よし。お父さんごめんね、や。お母さんの件があって、そんな、何回もルーシーがいなくなったってなったら、そりゃ気が気じゃないよね。申し訳ない。それは心配かけるのは良くなかった。でもスクリーンティー見つかってよかったね。みんな集まったか？いや、ルーシーがまだ。まとうぜ。人数多い方が楽しいし。はーい、ルーシー来ました。もしかして私の噂？お、ルーシー。一緒にかくれんぼするか？こうやってなんだかんだ、みんなで遊んでるあたりは、こう、子供なんだねっていうのはちょっとあれだけど、かわいいね。今日は誰が鬼？前回はブラックだったから、今日はルーシーの番。これは絶対に私が操作してみんな見つける感じですね。ブラックって鬼やるの下手だよな。わかった。私が鬼ね。今回から新しいルール追加。井戸の中に隠れるのは禁止。危ないね。なんかめっちゃ右側歩いてるけど。あの時、くしゃみさえしなければ絶対に見つからなかったのに。何時間も隠れてた。危ないね。本当に大事件になるとこだった。あんた本当にバカね。お前の名前を叫びながら街中探し回ったんだ。大人たちには怒られるし、お前も一晩中隠れて過ごすところだった。変なところには隠れんな。これ、絶対見つからない場所に隠れるのはずるいって話かと思ったんだけど、そうではなくて割と、ちゃんとなんか危ないだろっていうので儲けてくれたっぽいかな、ブラックは。まあ大人に怒られるとか面倒事が増えるって意味で言ったのもあるんだろうけど。わかった。早く始めよう。ルーシー、目を閉じて数え始めろ。はい、1、10。1、2、隠れろー、し。この隠れんぼああ、めっちゃいるー。まあ、あえて鬼の近くに隠れるってなんか私好きだったけど。昔いたなー。隠れろーって声出して、最終的に反対側の方向に隠れるっていうフェイントかけてた人、友達。いたなー、懐かしいね。私も自分が隠れてる場所とは反対側にこう、小石とか投げて音立てたりしてた。なんかスパイみたいでかっこいいなって思ってた。探すか、また。どう見てもいるし、なぜそれでバレないと思ったんだ、君。いや、まあでもなんか君、優しい子だから、最後に見つけてあげようかな。バレバレすぎるね。この広間以外にもいるだろうから、まあまあ骨はありそうだ。探しに行きましょうか。